談話室吉澤。ようこそ談話室吉澤へ。俳優吉澤亮さんの作品やお芝居について語っています。お相手はあんこが苦手な私桜餅、ピアノは友達のういろうさんときびだんごさんです。それでは本日も勝手な推し語りにどうぞお付き合いください。マーキュリーファー13回目の思い出を話そうと思ってはいるんですけど、ちょっと先に一つよろしいでしょうか。本日2月10日のアンダースタディ池岡亮介さんのご出演会を見てまいりまして、いやー本当に見事にダレンでした。何事もないことをみんなで目指しつつ、いろいろなことがあるのがまた生の舞台の上演ということで、北村匠海さんの回復をすごくすごく願うのと同じ熱意で、池岡さんのお芝居に今日出会えたことも良かったと。何事もない方が良いけれども、何事もなければ見ることができなかったと思うと、素晴らしい舞台でした。ね、何とも言いようがありませんが、素晴らしい役者さんに出会えたこと、あと、このチームが素晴らしいということを再確認できたことに、すごく感動しています。これまでもお芝居のやりとりで、お互いの芝居がどんどん高まり合っていく様子とか、ハプニングへの気の利いた対応で、いや、本当に力のある役者さんたちのチームがすごいと興奮して見てきたんですけど、またさらに今日のダレンの交代で改めて感じました。確かな応酬、セリフだけでも大変なのに、しっかりとしたお芝居のやりとりが繰り広げられていて、もういかに我々の見えない部分で、ここまでも多くの人の多くの準備と稽古が積み重ねられてきていたのかというのもまた実感しましたし、続けて出てらっしゃる皆さんにももちろんまた違う大変さがあるとは思いますが、何しろ今日はこの池岡さんのご活躍に最大級の賛辞を送りたい。で、ここまで決してカーテンコールで貸し切りだろうが誰かのお誕生日だろうが絶対特別なことをしてこなかった我らが座長エリオット吉澤さんが、マチネでは池岡さんにねぎらうような笑顔を向けて、ソワレでは彼を称えるように手を差し伸べて、これがチーム皆さんのお気持ちであり、我々観客も同じ気持ちであるというのをすごく嬉しく誇らしく、大きな大きな拍手を送ってまいりました。はい。で、13公演目の思い出ですけども、めっちゃため息が多い。そうですね。エリオット、日頃から大変なんだなっていう感じで、ああ、みたいな、やれやれっていう感じのため息とか、イライラしたため息とか、ちょっとしたため息とか、本当にため息百科事典ができるぐらいのため息くんです。で、あと、北村匠海さんが、まあ、この時はね、北村匠海さんなんですけど、服とか顔とかをもじもじ触る、落ち着かないお芝居がもう本当にすごくうまいなと思って、吉澤さんが、ギルバート・グレイプのディカプリオさんの役を、ね、なんかすごく衝撃を受けて憧れているというか、ああいうのに挑戦したいみたいなお話をどこかでされていたかと思うんですけど、そう思うと、なんか、吉澤さんこっちもやってみたかったんじゃないかなと勝手に思うなどしたりいたしました。で、ダレンがなんか思い出した時とかに偉いぞっていうのが、なんか前より心がこもってる感じで、お掃除の後もちゃんと見て、よく見て、お見事って言ってくれたりして、すごい優しいお兄ちゃんだなと思って温かい気持ちになりました。そんな優しいお兄ちゃんですが、ローラーの電話の時のゴミはど真ん中で、しかも広範囲にわざわざばらまくっていうね、ナズが大変じゃん。まあそういうとこがね、好きなんですけど。で、それで現れたナズを睨む目が本当に鋭くないですか。この自分とダレンがいる場所、テリトリーを侵害されたみたいな、もうこれからやばいことやるわけだし、その目だけじゃなく額とか顎とかでも顔全部で睨んでる感じで、警戒してる野生動物感が最高だなと思いました。で、あと、ローラと話してて、電気が通ってないんだよって叫んでベルトを投げるところで、ぐっと体重を
後ろに引いて叫ぶっていうのがものすごく効果的にアクティブに見えて、おーっと 3D みたいってそこでやってるんだから、まあ、3D なんですけど、なんだ 4D すごく効果的に彼の感情の爆発が浮き出して見えた感じでドキドキしました。で、そんな弟に優しかったエリオットですが、ローラとの話でも夜の病院のとこ、最初から割と笑顔気味で話してて、渋々ではあるけどすごくフォローする気持ちが溢れてて素敵だなって思ってて、で、ね、ここの部分の最後の俺はエリオットのところの目尻が優しい、吉沢さんの目の良さはその殺されそうなところなんですけど、それが優しいとまたそれはそれで殺されそうで素晴らしかったです。で、ローラの頭トントンしてちょっとよそ見しようとした瞬間、大丈夫っていう声でふって引き戻されて、おでこ骨に入る流れももう完璧パーフェクト最高でした。で、そんなま幸せな2人の場面と変わって、またあの黒いバタフライの話をしている2人のところでは、俺そんなの耐えられないっていうのを大抵の場合は下を向いておっしゃってたんですけど、この回では顔を上げたまま訴えるように言ってて、これもまた胸に迫るなぁというのと、選ぶとか決めるのところ、俺たちがってすごくがを強調していて、他のものに決められてしまうのではなく、自分が決める、選ぶっていうことにすごく重きを置いているというか、その考えにすがって心を保とうとしているというのか、それがラストシーンにすごくつながる感じだなぁと思ったりしました。姫が来るってなった時に、ダレンとエルが洗面所の前あたりで二人でキュッて集まるんですけど、これ寄り添ってるだけかと思ったら、ダレンがエリオットの服の背中のところをギュッと掴んでるんですね。で、エリオットが立ち上がった時にそれが外れて、あってこう手を泳がせる感じがあって、すごく可愛くて愛しくてキュンとしました。あとパーティーゲストのゲスな目線、姫のこともおうおうって感じで見てますけど、ローラのこともじろじろと下世話な目線で見る感じの、その目線からローラを守ろうとする感じが強くてすごくいいなと思ったのと、パーティープレゼントと姫が一緒になって紛糾してしまった後、姫を引き剥がしてからですね、大抵の場合は姫とスピンクスが話している様子を恐る恐る振り向く感じで目の端で見ていて、でスピンクスが姫をなだめてキスしているのはちょっと見ていられなくって顔をうずめてしまうという感じなんですが、この回では姫を引き剥がした後もうしばらくうつむいていて見られず、で2人の話し声が途切れて静かになったから、あれっていう感じで振り向いたらキスしてたっていうんで、はって顔を戻すっていう、なんかショックの大きさがちょっと震える感じで、よかったなと、よくはないんだけどいいお芝居だったなと思いました。で、スピンクスとの夜の病院の話のところですね、この辺がもうやめろスピンクスのところから涙声なんですけど、さらにスピンクスに詰め寄られ、言い募られて打ちのめされていくところ、なんかもう追い詰められきったところでは、もう息が荒くあえいで、で服をギュッとですね、自分が手を下ろしたもものあたりの服のところをギュッと掴んで震えて、あんただよスピンクスっていうのが本当に押しつぶされそうに悲しくて、でもそれをね言ってるスピンクスもね悲しいんですよね。最初の頃はガスマスクつけら、怒ってる要素が強かったんですけど、今もうでガスマスクつけろっていうのも懇願気味というか、本当にお前たちのためなんだよっていう悲しさがにじんでて、もうねはぁって感じですよね。でお財布あさって見つからなくて、誰にどうするって聞かれて、わかんないっていうところで、結構もう手放しに泣いてらっしゃるような声で、このね財布から手がかりを取ろうとするのが、なんとか事態を打開しようとしたエリオットにとっては最後のステップになるんですよね。で、一つ大きく絶望の階段を降りてしまう
なんかもう手で顔を覆って壁に向かって、もう子供みたいに頼りなく、うわーんって泣いちゃうのが、もうどうしたらいいか悲しくて、で、そこから、ぼんやりするようになってですね。で、ダレンは優しい星が見つかるまで探そうっていう感じで宇宙の話をしていくんですけど、それを聞いてるエリオットは終わってしまったっていう風にしか聞いてない感じなのかな。もう早々にですね、口を歪めて呼吸困難みたいなぐらい泣くような息遣い、苦しげに、でも銃を構えてダレンに肩を掴まれてるあたりではもう自分で自分の体を支えられないというように泣き崩れる感じで体を折ってしまって、で引き起こされた時にはもうなんかね、絶望しか目に映ってないような目というか、なんだろう、絶望に全身が囚われてしまって彼自身身動きできない、もうそこで泣くしかなくってううって泣いてる、号泣と言ってもいいぐらい手放しで泣いてしまっているように見える回でした。はい、ということで、今日はここまで。明日は14回目の話をできたらいいなと思います。よろしければどうぞお付き合いくださいね。それではまた。